はい、水瓶座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2021年8月の運勢を占星術とタロットを使って解説させていただきます。ちょっとその前にお知らせだけさせていただきたいんですが、タロットカードを勉強しているとか、または占星術を勉強しているっていう方向けに、私の方でメンバーシップを募集しています。これはメンバー限定動画としてかなり役立つ動画をたくさん用意していますので、ぜひご興味のある方は概要欄から詳細チェックしてみてください。そしてもし占星術やタロットはやらないんですよという方でも、毎月田原さんありがとうと思ってくださる方や、また応援してくださる方向けのメンバーシップも募集しています。これは月額390円かかるんですけども、メンバー登録してくださった皆さんには月末にこの動画の内容をメールにして皆さんに直接お届けするというサービスをしていますので、ご興味ある方はそちらも概要欄からチェックしてみてください。この辺にあるボタンを押しても飛ぶと思います。そしてこの動画の最後に、この8月と9月の惑星の動きを記したカレンダーもつけていますので、惑星の動きチェックしたい方はそちらでチェックしてください。はい、ということで早速8月の動きいきましょう。8月の水瓶座さんは今後を決定づける人間関係の恩恵があります。契約を見直したり、新しい人とつながっていく運もあります。後半は心が解放される、または心の旅立ち、そして遠くから感じられる愛があるかもしれません。ちょっと詳しく解説させていただくと、7月28日以降ですね、一旦ちょっとこう魚座に入っていた木星という発展繁栄の惑星がまた水瓶座に戻ってくることで、本来の今年のテーマにもう一回携わるよっていうことなんですね。でこの今年来年って水瓶座さんにとってはとっても大事な1年なんですけども、特に今年何が変わろうとしているのか、もうすでに半分が過ぎて自分の中で大きな変化を感じていらっしゃる方多いと思うんですね。でその変化に宇宙が応援してるよっていうことで、さらに自分が良くなるための変化として光を与えてくれてるっていうのかな、なんかこう応援してくれてるので、それが特にこの8月っていうのはパートナーシップを通して今後の自分に必要な人たちが登場してきやすい1ヶ月になります。ですので、もし新しい出会いを求めているとか、新しい契約を求めている人にとっては、そうやってアプローチしていくことでつながりやすくなりますし、またはこれまでの関係性でちょっと疑問に思っていたとか、もうどうしようかなって思っていた関係性がある方にとっては、それをどうするかというヒントになる材料がたくさんある1ヶ月になるということです。まあ、決めるのは最終自分なんですけれども、どうするか決めかねていたことを、やっぱりこれはもうないなとか、やっぱりこの人とうまくやっていきたいっていうふうに修復していく、見直していくっていうのがとってもいい時なんですね。そして、まあ、人から感じること、人から教えられることもたくさんあると思います。そしてですね、7月30日以降から火星という切り開いていく力だったり、または何かの衝動だったり、時に怒りというバイタリティというものがちょっとこの8月って見えないところに入っているので、見えないところで頑張る、見えないところで努力をするとか、誰かの縁の下の力持ち的にサポートするとかですね、そういうのもすごくいい時になります。例えば普段はあまり関係ないんだけど、遠くに住んでる誰々のために何かをするとか、親のために何かをしておくとか、そういうこう日常生活とはちょっと違うところでの行動っていうのが起こしやすい時でもあります。そして8月8日、これは新月なんですけれども、この新月は皆さんにとってちょっとこう心が明るくなるような、今までちょっとキュッとしてた感覚とか、こうギスギスしていた感覚に光が灯る、希望を持てる、ちょっと緩やかになるみたいな楽しいことっていうものが自分の意識の中に入ってくるっていうきっかけの時なので、この新月を水瓶座さんは特に人との喜びっていう形で使えると思います。やっぱりね、誤解してたものが誤解が解けるとか、もうダメだと思ってたけどもう一回やり直せるとかって、やっぱりちょっと嬉しいしホッとしますよね。まあ、そんなこともあるかなと思いました。またそういったことを意図するのもいい時ですからね。そして8月12日から、これはビジネスとか交渉とか勉強とかコミュニケーションを司る彗星がまた移動していくということで、
さらにですね、勘が冴える、悪く言うと深読みしちゃうっていうことになるんですが、勘が冴えます。ですので直接何かを言うっていうのは8月12日までに伝えてしまう方がいいと思います。もうパートナーシップに光が灯っているっていうのはもう7月の23日ぐらいから灯ってますので、安心して人と関わっていただいて、アプローチしていただいて、自分の考えを相手に伝える、そして聞くっていうのを、まあ、前半にしておく方がいいかなと思いますね。あと、まあ後半以降ダメっていうわけではないんですが、後半以降はちょっと流れに身を任せるとか、まあ、今はちょっと言いたいけど黙っておこうっていう形にする方がうまくいくのかなっていう感じがします。なぜならば外見えないところで努力していくっていう流れが強いからですね。そしてその次8月16日、ここから華やかさとか社交性とかお金とか美しさっていうものがちょっと明るい世界に顔を出し始めるので、自分を豊かに保つために必要なものを取りに行く、ちょっと精神性が明るくなるみたいな感じがあるんですね。シンプルに言うと、まあちょっと穏やかになるって感じですかね。優しくなるとか、このまあ金星という華やかさが広い世界に行くことによって、この水瓶座のエネルギーっていうのはこう風のエネルギーなんですけど、風通しが良くなるんですよね。なんとなくうつうつしてたことがこう動きが出てくるとか、風通しが良くなるとそれだけちょっとすっきりするので、あ、じゃあやってみようかな、じゃあ言ってみようかなみたいな形でちょっと楽になるんじゃないかと思います。ここのポイントは自分が正直であるっていうことですね。おそらく正直になっていくんですけど、8月16日以降、その正直さやあり方っていうのがさらにその風通しがよく進んでいくキーになるのかなと思いました。そしてその次8月22日、ここは満月なんですけども、この満月っていうのは7月24日に起きた満月の第2弾という形で、この満月もまたね水瓶座で起こるんですね。ですので7月24日の満月でどんなことを感じたかなって思い返してみてほしいんですけど、ちょっとレーザー光線のようにこう深いところ自分に入ってきたよっていう方は、それによって何を癒せたのかなとか、何が浮上したのかなっていうのを見て手放していって、8月の8日の新月からちょっと明るい感じになってきて、22日の満月っていうのはなんかまるで福持ちが飛んでくるみたいな感じのイメージなんですね。いい豊かさがいっぱい来るから、どれだけキャッチできるかなっていう感じがあるので、さっきの16日以降風通しが良くなるって言ったんですけど、なんとなくこの水瓶座の皆さんにとってはちょっと生きやすくなるとか過ごしやすくなるっていう感じがあり、なおかつこの満月で必要なものを引き寄せるチャンスがあるってなると、やっぱり過ごしやすくなると思うんですね。なのでここですごく大事なのは、いかに自分で自分を認めるかっていうことだと思います。自分自身に今光が戻ってきてますので、自分がどうしたいか、何を変わろうとしてるのかってことを自覚した上で進んでいってほしいなと思いました。星の動きはこんな感じです。はい、ちょっとタロットカードでも見させてください。タロットはまた8月8日の新月の時にタロットリーディングしますので、それまでのヒントとして何かしら皆さんの日常生活に活かせるところがあったら活かしてください。あ、ちなみにこのタロットカードの結果もですね、メンバーシップの方にアップしています。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードエース、カップナイト、ペンタクル3の逆、ジャスティス、ペンタクル2の逆、ワンド2の逆、ソード2の逆、ページソード逆、カップ7の逆、そしてオラクルがワンドのページの逆ですね。ちょっと混ぜてる時に思ったんですけど、人間関係が非常に強調されてる時っていうのは、いい関係であればもちろんより良くだし、新しい人ともつながれるんですけど、今まで怖くて言えなかったこととかね、怖くて向き合えなかったことも向き合ってみたらすごいいいことになるよっていう時なんですね。今宇宙の恩恵がそこにあるので、悪くなるとか良くなるという結果にとらわれず向き合ってみると絶対良くなるんですよね。なので向き合いたい人がいる人は本当恐れず向き合っていってほしいなと思います。そしてね、このカードで見た時に、こう現在からこう未来にかけて全部222っていうことで、もうなんかコロコロ気持ちが変わるって感じがするんですね。なんかせっかくだから頑張ってみようみたいな、このバンドのエースでよしって思うんですけど、いやでもやっぱりな、いやでもやっぱりなみたいに、どんどんこうカードがめくれていくっていうのかな、裏表になりやすい。それはなぜって言ったら、やっぱりこう確信のあるものではないし、人との関係性っていうのがねものではないし、あと自分の中にある疑いの気持ちっていうのも、そのカードがひっくり返る原因かなっていうふうに思いますね。
これまでうまくやってきた方法があるんだからそれを維持したいっていう、もう何ならことを荒立てたくないっていう感じかもしれませんね。まあ、ただですね、私今までこう星読みをたくさんしてきて、こう動く時とか、わ今宇宙の動きすごい来てるなっていう時に動かずに現状を維持しようとすることの方が私はしんどいと思うんですよ。もう乗っちゃって変わっていく方がよっぽど楽だと思うし、見えない、まだ見ぬその状況が怖くて変わるのが嫌だって思うと思うんですけど、いやー変わった方がいいですよって本当に言いたい感じなんですね。なのでまあ今これは8月8日までっていうので見てますけども、なんか今まで自分は一生懸命勉強したり自分なりにやってきたんだっていうやり方、自分なりがあると思うんですね、おそらく。だけどそれがいまいちうまく機能していなかったのであれば、今までだってこんな風に頑張ったんだからこれはダメなんだっていう風に結論つけずに、ここから急に流れが良くなるっていうかね、こう宇宙の恩恵、優しさとか喜びとかそういうのが増えてくるっていう流れの時なので、例えば冬の時期にどれだけ花を咲かそうとしても本当なかなか咲かないんですけど、ただ春の気候が来るだけで、初夏になるだけでもう雑草がボーボー生えてくるぐらいの感じの、なんかこう気温の違いっていうのかな。なんで自分が今まで自分のやり方で必死にやってダメだったことも、もしかしてタイミングが来たらうまくいくことだってあるかもしれないので、今このタイミングとしては人と関わるなり人の意見を聞くなり、もう一度やってみるっていうことで、まだまだ物事って展開していくんですよっていうのがメッセージかなと思いました。ちょっとオラクルがね、これはあのワンドのページっていうことで、すごく慎重になりすぎている、石橋叩きすぎて渡らないみたいな感じがあるので、いや渡っちゃっていいですよって、もし間違えたらまた引き返してもいいし違う道行ってもいいので、なんかこう本当に222っていうのは状況がコロコロ変わりそうなんですよね。そして自分の中ではこの道しかないって思っていたとしても、残された道が実は正解だったっていうこともありますし、またはちょっと状況が見えてないかもしれないですね。これもソードの2というカードで、これ目隠しされてて、なんとなく自分がこの状態を均衡の状態で保たなきゃいけないんだって思ってるからこそ、ちょっとでもなんか揺れたら違う、どうしようって思うかもしれないけど、いやー今は揺れた方がいいですよっていう感じがします。どれだけ揺れてどれだけ変化があっての方が、その後の落ち着く着地点が心地いいっていう感じがするので、まあこの8月8日までのメッセージとしては、変化することを恐れずに、そして失敗することを恐れずに、人の優しさを感じながら進んでいってくださいっていうのがメッセージかなと思いました。自分の頭の中だけではね、どう頑張ったって答え出そうにないんですよね。だけどちゃんとそれを見てくれてる人とか、応援してくれてる人とか、あのサポートしてくれる人がいるのかなっていう気がするので、そういった人たちを信じて、何か一つだけでもね、今は目印を見つけて進んでいくのがいいかなって思いました。はい、ということで今回はこんな感じです。また次回ね、8月8日あたりにタロットリーディング中心でやりたいと思いますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間にしてください。失礼します。